じゃあ今日はですね、はい、ご紹介は何ですか。今日のご紹介はネックレスです、はい、ネックレスです、ブルーランクさんの、ブルーランクさんのね、はい、ネックレスです。二方ございまして、こっちのチェーンのタイプとコットンパールのタイプと二方ございます。まずは、最初加藤さんも今ねつけておりますが、チョーカーネックレスですね。こちらが1万1000円で、色がゴールドとシルバーです。これがですね、3ウェイのように3タイプに分かれるタイプなんですけど、ちょっと最初にスタイリング、はい、に合うスタイリングで今日はコーディネートしまして、はい、今日の加藤さんのスタイリングはですね、今日から4日まで、はい、丸広さんで大体的にこうチラシに掲載していただいたコーディネートの商品になります。はい、ちょっとご紹介しているブティックオーディナリーさんのジャケットだったり、はい、中はデニムのね、インディゴブティックオーディナリーさん、はい、で, ですね、はい、シアーデニムのプリーツスカート、プリーツスカートじゃなくて、ブラウスですね、はい、2ウェイのタイプ、はい、これもちょっと細かくまた詳細ご紹介しすると思うんですが、どこかしらってたか、やってましたね、はい、多分裏はだと思ってます。そっちでまたアーカイブ見ていただきたいんですけど、はい、今日はねトータルのコーディネートというところで、お袖からねチラッと出したりとしてるんです。これ加藤さんすごい似合ってる、ありがとうございます。おしゃれに着ていただいてます。でこれにチョーカーのチェーンのセットでつけてるっていう感じになります。じゃ全体的にこうコーディネートをぐるっと、はい、はい、一周してお見せください。上下がちょっとデニムライクなタイプのブラウスとボトムになるんですけど、これ両方ともね素材なんですけど、トップスが結構軽い素材なので、割とバランスが取りやすいかなという感じで、つけてます。あ、サックスのブラウス買いました。けいこさんありがとうございます。似合ってました。似合ってました。川越のお客様です、はい、ありがとうございます。はい、ということでちょっと私今日ですね、さんにコーディネートして来てもらって、で私はちょっとネックレスをしっかり詳細を見ていただこうと思って、割とシンプルな装いになってますので、お座りしてちょっと見ていただこう、今日は初めての感じで見ていただこうと思いますので、じゃあ今日のこの合うコーディネートは一旦このタイプをご紹介して、加藤さんが着替えている間に私がネックレスのご紹介をしますので、はい、行ってらっしゃいませ。行ってきます。はい、ということで、なんかコーディネートを着てるとなかなか見れないので、このようにちょっと座って、顔がめちゃ見えたら恥ずかしいですね。今日は私この紹介の商品を重ねてつけております。このチョーカータイプとパールのタイプ、パールは後からちょっとご紹介をするんですけれども、チョーカーのタイプに関しましては、これですね、こういうふうにカチャッとチェーンとこの輪っかのところが取り外しができるんですよ。で、別々で使うこともできるし、このようなアクセサリーの紹介って難しいですね、なんかね。こんな感じで、このタイプでつけることもできるし、これをパカッと、こういう形で、ここにはめる、首のところにはめて、そうするとこの二重になるタイプもできるし、で、チェーンと、この輪っかのところがですね、取り外しがここでできるようになってますから、これをバラバラにしてもらって、この輪っかの分だけつけてもおしゃれだし、このチェーンの分をまたこれ Y 字にもできるような感じになってるんです。ここにチャームがついてるんですね。なのでこういう感じで、Y 字の形にしたりとか、いろいろね形を変えれるタイプなので、詳細は静止画というか写真で残しているので、オンラインのショップの分見ていただきたいんですけど、すごい面白い。これブルーランクさんで月注でお作りしたタイプなので、非常に面白いタイプです。一番ね楽につけられるのは、正直これをこの状態にしてパカッてするのが一番簡単につけていただけるんですね。で、これのちょっと形を変えるとなると、途中で
引っ掛けてこんな風にちょっと垂らすような感じでつけたりとかしてもおしゃれです。こんな感じでつけてもいいし、この輪っかのところを本当になんかシンプルなお洋服とかだったらこうやってこんな風に長い状態でつけて、後ろはこの輪っかのところで前がチェーンみたいな感じのデザインにもできます。なので本当いろいろ楽しんでいただけます。今日はなんか紹介のものをこっちのねコットンパールもあるんですけど、私はこれとこれを重ねたらすごく可愛くてちょっとやってみます。このコットンパールの方もちょっと後で加藤さん着てもらうけど、こんな風に可愛くないですか？重ねてつけちゃったりとかしてもおしゃれかなと思います。ちょっと椅子用意したけど全然意味なかったなすいません。はい、そしたら加藤さん、はい、できましたか？はい、はい、できました。はい、あ、どうぞ。はい、はい、こちらどうぞ。あ、今ね、加藤さんの何パターンもね、プレスニュースを何通りもできていいんですよ、はい、加藤さん今これコットンパールをつけてるんですけど、このコットンパールもなんと全部一つ一つのちょっと大きさが違うんですよ。これ加藤さん欲しいって言ってました。あ、欲しいですね、本当に本当に欲しい。こういう風に丸玉の大きさが違うんですね。で、あとすごく素敵なのがここの後ろのチェーンのところがこのようなあの垂れるような形になってて、しかも引っ掛けるところが前でもカチャってできる感じなので、こんな風にちょっとチョーカーっぽい感じの Y 字っぽい感じでつけていただいてもおしゃれなタイプです。こっちのコットンパールはお値段とか言ってもらっていいですか？色がこれはゴールド白。はい、1万1000円です。1万1000円です。すごく軽くてこうやって一緒につけたりとかしてもすごくおしゃれに着ていただける、あのつけていただけるのですごくいいと思います。はい、こんな感じです。コメントはいかがですか？加藤さん、こんな感じでつけていただいて、綺麗なパール、ね、綺麗ですよね、パールが。で、ここがゴールドとシルバーと両方あるので、それでまた雰囲気が変わるかなと思います。お値段はなかなかなりませんあ、本当ですか、はい、これね、もうね、通してカチャってすればいいだけだから、まあ、ちょっと珍しい形状の形ではあるんですけど、あのすごく簡単にできます。前でできるから後ろにこう背中に手を回さなくてもいいので、その辺はいいかと思います。はい、で加藤さんの次のスタイリングお帰りなさい。はい、お帰りなさい。こんな感じで、あの今回の先月の受注のジレと、はいはい、あと今回のあのスカートです、はい、3月の受注のこのスカートを一緒に着てもらってます。でシンプルな、ね、感じで合わせていただくと雰囲気もいいかなと思って。そう、あのコットンパールどうですか？コットンパールすごく可愛いです。軽くってで、もういいですね。すごい使えそうです、普段は。そうなんですよ、はい、普段も使って。で多分ね、これだとね、こっちもあの、はい、これを出したらちょっとカジュアルっぽくと見えるじゃないですか。あの切れ目に使うときは、うん、あの全部パールでいいと思うんですけど、はい、今回はちょっとカジュアルなあのコーディネートしてるから、これをちょっと出していただいて、はい、そうで、これね、あのちょっとこの辺見せてもらっていいですか？チェーンのところと下のチャームのところの色変えてるの分かります？シルバーとゴールドにしてるんですよ、はい、これもね、こだわりで全部一つの色にしちゃうとどっちかだけのあの合わせになっちゃうけど、両方ミックスするっていうのが今すごくあのアクセサリーの中でトレンドなので、そうゴールドとシルバーを混ぜてミックスしてっていうのがとても素敵だな。可愛いですよね、可愛い。そうなんです。そうで、あ、スカート気になるということなんですけど、さすがでございます、こちらのスカートですね、はい、今日はなんで加藤さんにこのスカートを履いていただいたかというと、あのトマミーのあのご愛用歴が長いお客様は色違いとか、まあ、ちょっと今回別注なので色とかあの長さも変えてるんですけれども、見たことがあるかもしれないんですけど、メゾンバーマーベリックさんと別注でお作りしたスカートなんですけど、これね初めてだからちょっと感想を聞こうと思って、はい、多分これから高橋さん企画だから、はい、あのじっくりちゃんとご説明すると思うんですが、あのほんとお客様みたいな心境 で、はい、心境で、そうそう、これをちょっとレポートしてもらおうと思う、はい、ど
と最初履いた時は、はい、結構ほんと細身のスカートかなと思ったんですけど、うんうん、ゴムが、はい、こうすっごい伸びるんで本当にスーツの形が崩れないで着ていただけます。これちょっとね、はい、今ベスト合わせてるけどちょっとスカートのところの横から見たところがいいところですか。そうでポケットもあって、はい、でこのタイトはビタッと伸びなくてすごくあの滑らかに横に広がってくれるので、あの体型本当に問わないです。特にここだけ小さい方もいるし、はい、あのちょっとあのいろいろヒットが気になるわっていうお客様とかでも全然、ね、いけます。いけるすごく伸びて形が本当に崩れない。そうなんですよ。ちょっと足を伸ばしていただきます。すごい自転車乗る方がいるから全然乗れます。乗れますよね、はい、そうなんですよ。ちゃんと中にもつけないように、はい、1枚あるありますからね、はい、で一応色がこれと2色、うん、全部で3色です、はい、じゃあコールと、はい、コールとベージュです。ベージュです、はい、こちらは3月中の受注で、はい、ご予約ですね、はい、それで上代が 18,700円になるんですけれども、はい、オンラインもそうだし店頭でもなんですけど先行でご予約したお客様には特典がございますので、はい、もう長くね使っていただける商品なので、はい、本日よりスタートいたしてもおりますので、はい、ぜひ見てください。お願いします。はい、そう、あ、コットンパールのネックレス購入しました。留め具がなかなかなかった。あ、さっき読んでください。なるほど、そうそう、これね、なるほど、慣れたらいいんですよ。変わってますもんね、こういうタイプは。そうなんですよ。でもつけやすくなりますね。なりますよね、つけやすくなって、カチャってするとそんなにこう取れたりっていうのもそこまでないから、はい、安心してつけていただけるんじゃないかなと。私はこのミックスがとてもおすすめです。コットンパールとこのチェーンとっていってミックスこうつけてもいいし、なんかミックスにしても全然重くないから、うん、加藤さんコメント読んでもらっていいですか。はい、今回は色に悩みます。あ、スカートですね。スカートです。わかります。ちょっとそうなんですよね、チェーンにしたりゴムが、ゴムですね。確かにゴム嬉しいですよね。ミックス嬉しい。あ、多分あれですね、ネックレス、はい、アップルパイさん、はい、そうミックスね、いいですよ。すごくミックスにすると可愛いですね。ね、なんか本当前はどっちかだけっていう感じだったじゃないですか、ゴールド派かシルバー派みたいな、はい、だけど今本当に何でもありなわけじゃないけど結構あり、こんな感じで重ねてつけちゃったりとかしても可愛いと思います。はい、ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後はベスト、随時入荷のご連絡をさせていただきたいんですが、はい、今店頭でも絶賛にお仕上げの形で着ていただけます、はい、ちょっとね暖かくなってきたから、はい、もう本当にベストと合わせて着れるような時期もね、そうです、あっという間に、はい、来ましたので皆さんぜひぜひご覧ください。ミックスは同じゴールド使いです。あ、そうです、私の今のパールとチェーンの分は一応同じゴールドで揃えております。はい、そうなんです。これもし一緒にするなら、まあ、一緒の方がいいかもね。そうね、うん、すごいでもきついゴールドって感じじゃないですか。で、柔らかいゴールドだから、はい、そうなんでしょう、つけていただきやすい。今のとこのパールもいいし、はい、かわいいですね。同じブランド同士だったら、はい、割とデザインが合うから、そうですね、まあ、最後にちょっと、はい、カールあるか見せて、はい、両方ともシルバーゴールド、はい、チェーンの方もシルバーゴールドなので、はい、とっても可愛いです。可愛いですね、はい、すごい可愛い。コメントがブワニーも入ってますから、はい、ブワニーも入っていますよね。可愛いことも、うん、すごく可愛い。なんかいろんな付け方がね、取れますね。はい、かなと思います。はい、じゃあ次のインスタライブは、はい、
次のインスタライブは、はい、明日の土曜日8時から、はい、熊本店、はい、佐久間です。佐久間です。はい、毎回一緒だって感じ。毎回でもカンペが必要。そうそう、毎回心配だから。心配そう、はい。ということで、今回は、ニックレスのご紹介でした。澤田さんの着てるトップス購入しました。ホットンパールだ。そうなんですよ。これ、うん、すごいね。すごい。合いますよね。あ、私はちなみに、はい、これと下は B シルエットのパンツでございます。こちらもお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。います。はい。これね、すごい履きやすいものになります。ありがとうございます。ちょっとなかなか、すいません。今日はアクセサリーはやっぱこう、台とかがあって、みたいなのがあったね。ちょっと次はね、はい、形を考えましょう。ちょっと椅子が、今日は全然安くなった。椅子を座っても全然見えちゃうからね、皆さんネックレスで見たいということで、そういう感じになります。ありがとうございました。はい、すみません。はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。またよろしくお願いします。